はい、今回はね、ついにこの話をする時が来ましたね。それはね、何の話かっていうと、レインボーシックスシージにおいてね、PS5 買うべきか問題っていうことでね。いやー、これはね、もう多分迷ってる人めっちゃいるんじゃないのかな。はい。で、まあ、結論から僕は先に言います。買いましょう。これはね、即決です。はい。これなんでかっていうのをね、まあ今から説明していくんですけど、単純に強くなれます。はい。以上です。まあしっかり、まあしっかりはないけど、まあざっとね、言っていくんですけど、まあまず、PS5 ほんとストレスないですね。まあ単純にこれレインボーシックスシージに置いてからずれちゃうんですけど、ロードは早いわ。音静かだし、画質めっちゃ綺麗だし、試合中にクリップ編集できちゃうっていう、もう訳がわかんない。かつそのまま Twitter とか YouTube にもう動画上げれちゃうっていう、もう、なんじゃこりゃみたいなね。もう PS4 とはもうレベルが違うっていう風に、もう最初、まあ届いたっていうか、まあ俺ヨドバシで買い、秋葉のヨドバシ買いに行ったんだけどね。そう。買った時思いましたね。まあ、買った時じゃねえ、もうつけた時思いました。これやべえなってなりましたね。で、まあ、シージにおいて、まあ、何が違うかっていうと、やっぱ PS4 ってね、60Hz っていう、いわゆる、まあ、簡単に言うとパラパラ漫画って皆さんあると思うんですけど、あれが60枚なのか、まあ、PS5 だと、144Hz 出るんだっけ ?120Hz か。120Hz 出るんで、まあ、それが120枚かっていうね、ことなんですよ。つまり、ぬるぬるなんですよね。そう、もうぬるぬる、ぬるぬるぬる、ぬるぬるぬる。ぬるぬるなんですよ、本当に。これはね、驚きました。で、僕ね、まあ、最近になって 144Hz モニターに変えたんですけど、60Hz モニターでもね、なんかめっちゃ画質綺麗なんですよ。だから、あんま気にならない人は別にね、まあ、もちろんね、PS5 買ったんだったらね、140Hz 使ってもいいですけど、まあ予算的な問題で、まあ、モニターもちょっと、まあ、厳しいですっていう人はね、別にまあ 60Hz モニターでもいいんですよ。まあ普通に画質めっちゃ綺麗なんで、そう。で、まあ最近までね、60Hz だったし、まあクリップ見てもね、皆さんね、まああんま、画質は綺麗だけど、その、実力的にね、めっちゃ上がったとかではないし、別に下がってもないし上がってもないし、まあなんなら下がってるかもしれないっていうレベルなんですけど、まあ、結局 CG はね、毎日のようにやっぱやんないと上手くはならないし、その目指してるもの、目標がないともちろんね、モチベーションもないからね、そこに関しては、まあ、触れないでおこうかなっていうところなんですけど、単純にまあ CG 今ガチでやりたいとか、上手くなりてえって人は、もう絶対買いですね。本当に違う。で、先見えする問題なんですけど、これはね、ありますね。全然あると思う。俺は、まあ、やってて思うかな。まあ、相手の反射神経とかももしかしたら関係してるけど、単純に、今俺も打ったよね、みたいな。場面で負けちゃうんで。で、相手別に決め打ち気味じゃなくて見えてるんですよ、やっぱり。先見え、リプレイ見るとね、されてるっていうことがやっぱ PS4 の時とかあったんで、ああ、こんな違うんだなーって思いましたね。まあやっぱリフレッシュレートってすごいね、まあ倍違うんで、まあ倍違うとね、どのゲーム、CG 以外にもね、まあ原神とか僕は好きなんですけど、原神めっちゃ綺麗っすよ。モニターのおかげ、まあ当たり前か、そうだね。モニターと PS5 のおかげだからね。そうだから、まあ今定価5万5千円とか、僕買った時はね、ちょっと高くて6万円とかだったんですけど、まあ全然6万円でも許容範囲かなっていう、もうそれレベルの、買い物だと思ってるんで、まあ非常にね、PS5 おすすめです。で、まあコントローラーとかね、まあマジで慣れます。慣れますとかもう握った瞬間、あ、もうこれ最高じゃんってなりましたね。まあ僕にはすごいフィットしてましたんで、まあそこは人によるかなっていうところなんですけど、ぜひね、ちょっと体感してほしいなって思います。で、僕のクリップ見てもね、画質全然違うの分かりますかね？4と5じゃ、話にならないかなっていう。まあ、圧倒的やっぱクリップの画質、まあ滑らかさ。プレートの時の滑らかさはもう異常ですね。まあその分やっぱ感度調整とかちょっと必要になるかなっていうところはあるんですけど、まあ僕はね、実は、まあちょっと感度調整、
しようかなと思ったレベルだったんですけど、やっぱ沼るかなっていう、沼る方が怖いですね。うん、なんでもうその感度、まあ、PS4 の時から使ってる感度をもう引き継ぎ使っているっていう、今そういう感じですかね。今回はね、レインボーシックスシーズンにおいて PS5 買うべきなのか問題、結論、買うべき。ごきげんよう。スロね、パルス、赤ピン。もうカメラ壊された。割れの方だね、割れの方。降りてった。設置してんじゃないか、逆ボムで。ここは突き上げされない？あ、いける。わかんない。あ、下がってたね。大丈夫。ナイスナイスナイス。 N かかってき、ガチと壊されてる。違うんだ。うん。ロビーカベールよ、ロビーカベール、ロビーカベール、ロビーカベール。ちゃか、決めてしまった。どっちみち死んでた。うわ、強い。現地がない。危ない。現地がない。現地。無理。沼田そこいる。あ、いない。おかしい、おかしい。足見てる。縦裏、足見てる。ナイス！ガチゴー！強すぎる。いや、これ違う。カバーをちょっと探してたんよな。いや、知ってる。分かってた、俺は。しゃがみ、切り、こ、いやじゃあ、ピーク、かばした。ナイスナイス。なんかこれ、あ、トイレなんかいるか。一人しかないし。うん。やばい、ちょっと待って、設置するわ、ごめん。みんなカメラ見るとこ見てよ、ちゃんと。間に合うかも、これ。カクテルワインか。白回。バーバー、カウンター、赤ピン、赤ピン、どうぞ。いや、ごめん、落ちてなー、ごめん。はり。こっち。カメラバレてる。詰めてる、走ってる。詰めてる。ナイス、すげー。やばい。何勝てんねん。やばい。怖い。ナイス。あ、そうそうそう。